最初に高校の先生に処理のうちに進めたい話をしたときに紹介いただいたのが、辻と私の2つだったんですなるけほど。ど。やっぱはい。りそこの2つが一番東京の中でも大きく就職も含めて強いところだと思っていたので、その部分も含めてアクセスとか考慮すると、武蔵野が一番行きやすくて、ホテルにもすごく強いっていうのは聞いていたので、なったら選ぶのだったら武蔵野の方がいいかなとは思って。なんか比較したポイントって何かありますか？正直言っていいですか？お金ですね。金額的な 部分金が。額がやっぱりもう全然違うじゃないですか。あとは立地のところが大きいです。アクセスが良かったので、国立中村たちが通じて、そうですまあ行ね。きづらいなと思って。学校でやっぱり一番記憶に残ってるのは学園祭が記憶には残っているかなと。その生徒が一人一人自分で考えてやるっていうことをさせてもらったのはいい経験だったなと思いますし、あと実習は、他のレストランとかホテルから特別講師の方がいらっしゃる機会があったのは、すごくいい刺激にはなっていただいたなと。そうですね、やっぱり難しい職業だと思うんですよね。やっぱり好きじゃないと続けられませんし、で続けるにも結構な体力がいるので、まず仕事もそうですし、その料理が好きになることが第一かなと思うんですけど、でも料理だけ見てても他のものを見ながら、楽しく続けられるようにすることを意識するのは一番いいかなと。続けることが大事だと思うので、続けないと何も分かってくることもないですし、その中で見えてくるものって関わってくる人たくさんいると思うので、一番は続けられるように自分のモチベーションを保つことを重要ですよね、と思いますよね。素直に嬉しかったですね。やっぱり僕もフランス料理をずっとやっているので、その星がどういうものかっていうのは理解しているので、それがどういうふうに自分たちの評価になるかもしれないし、今後どうなっていくかのすごく分かりやすいので、特に2つ星をいただけたっていうのは結構驚異的だったなと思ったので、自分の年齢もそうですし、でこのお店ができた年数も短いので、自分がそのフランスで働いてる時のお店も1つ星から2つ星にちょうど昇格するタイミングで働いていたので、その時のお店の推進力とかそれがどう周りに影響していくかとか見れていたので、これは本当に良い機会をいただけたなとは、ありがたい評価です。やっぱりこういうレストランってトータル力が見られると思うんですよ。東京とはちょっとやっぱ違う戦い方をしなきゃいけないし、でもそれでも料理だけじゃなくて、その周りのこういう作り込みだったりコンセプトだったり、どういう見せ方をするかだったり、どういうオペレーションをするかで、そこでどういう食体験ができて、いかに特別視察、特別感を与えて、それを次につなげる。なので、どこまで特別にできるかっていうのが大事だと思っていたので、そこにこう重点を貸してもらいました。そうですね、ここで仕事してもらって、ラシェットプロジェクトって言うんですけど、そのあそこにある円形の農場からここに直接送る。食材は全部材こを全部いただくということで、お皿という意味でラシェットっていう